チャンネル諸島の地図8月のサンタクルス島、北海岸サンタクルス島は、アメリカ合衆国カリフォルニア州沖にある、チャンネル諸島の島である。東西方向の長さ22マイル、南北方向の幅にないし6マイル、広さは6万1764.6エーカーあり、チャンネル諸島8島の中で最大である。本土のサンタバーバラ郡に属し、その沖合にある、 諸島北部の連なりの中に位置している。海岸線には険しい崖、巨大な海食堂、入り江、砂浜が並ぶ。国の機関であるアメリカ合衆国国立公園局が土地の24%を所有し、民間の自然管理委員会が残り76%を所有している。アメリカ合衆国国政調査局はこの島をサンタバーバラ軍国政統計区29.10。 ブロックグループ3、ブロック3000に指定しているが、2000年国勢調査で、の人口は2人だった。島内最高地点は2450フィート以上ある、デビルズピークである。島の中央、東西方向に、サンタクルス島断層に沿って、谷があり、その北側は、火山岩、南側は、古い堆積岩がある。アイランドアメリカカケスやアイランドキツゲなど、地球上の他では見られない。 生物種が生息している。考古学調査によれば、サンタクルス島には少なくとも9000年前から人が住んでいた。チュマシュ語でリムあるいはミチュマシュと呼ばれた。島に住んだチュマシュ族インディアンは、海洋から得られる産物、特化された工作物、本土の人々との交易に頼る、高度に複雑な社会を作り上げた。サンタクルス島チュマシュ族は、 通貨として使った貝のビーズを作っており、それが経済の重要な部分を占めた。16世紀から17世紀初期までヨーロッパ人との接触もなかった。カリフォルニア海岸を初めて探検したとされているフアン・ロドリゲス・カブリリョが少なくとも6つの集落を見つけたが、岸には上がらなかった。カブリリョはこの島をサン・ルーカスと名付けた。1602年、セバスティアン・ビスカイノが スペインとしては最後のカリフォルニア遠征隊を率いた。その作成した地図にはアイラデュ・ゲンテバーブーだと記されていた。1602年から1769年の間にヨーロッパ人が接触した記録はない。1769年にはドン・ガスパル・デ・ポルトラの海陸遠征隊がサンタクルス島に立ち寄った。この隊にはフアン・ゴンザレ・ス・ビスケーヌとフランシスコ・パロー・リョーカミ父が 同行していた。パロー神父は、ビスケーの神父が、サンタクルス島のザザスの村を訪れたことについて、宣教師たちが岸に上がると、その未開人に温かく迎えられ、魚を送られた。その見返りに、インディアンには、ビーズの連なり数本が渡されたと記している。この島は、人口の多い島種族に奉仕するカトリック伝道所を、設立する場所として検討された。 1782年、海峡の向かい側本土に、サンブエナベンチュラ伝道所が設立されると、サンタクルスとチュマシュ族の間でもゆるり回収が始まった。1822年、チュマシュ族の最後の者のが島を離れて本土に移った。1821年に、メキシコがスペインから独立すると、メキシコ政府はカリフォルニアに対する支配を主張した。 メキシコ人の存在を増すために多くの地域に受刑者を送り込み始めた。サンタバーバラにも40人ほどとの受刑者が送られ、そのままサンタクルス島に送られた。彼らは現在、プリズナーズハーバーと呼ばれる場所に短期間住んでいた。1839年メキシコのカリフォルニア知事フアン・アルバラドがサンタクルス島を副官のアンドレス・カスティーレ旅船長に払い下げた。1850年、 カリフォルニアがアメリカ合衆国の州になったとき、アメリカ合衆国政府はグアダル・ペイダルゴ条約を通じて、以前にスペインやメキシコ政府から払い下げられた土地を公有地委員会の裁量下に置くよう要求した。1852年、公有地委員会に土地登記が申請され、アメリカ合衆国最高裁判所によって確認され、1867年に、 アンドレス・カスティレリョに特許が下りた。12年間というもの、サンタクルス島のカスティレリョの土地は、それが売却された後であっても、紛争の対象にされていた。カスティレリョが所有している間に、イギリス人の医者ジェームズ・ビー賞博士が土地のマネジャーを務めた。1855年までに島では、初の牧場家屋を建設し、島に初めてフランスのメリノ主筆を導入したと、 みなされている。スコーピオン牧場、2009年1857年、カスティレリョは、サンフランシスコの実業家で、バーロン・フォーブス・カンパニーの共同所有者である、ウィリアム・バーロンに島を売却した。バーロンが島を所有した12年間、小博士が監督官として管理し続け、バーロンからカスティレリョの時代に始まった羊牧場の運営を拡大するよう依頼された。 南北戦争によって、毛糸に対する需要が著しく上がり、1864年までに、サンタクルス島の丘と谷で2万4千頭の羊が放牧された。章がサンタクルス島を離れた1869年には、この島の羊牧場はよく知られたものになっていた。牛、馬、羊を輸入し、プリズナーズハーバーには、カリフォルニア州海岸で最初期の桟橋を、 建設していた。自分とコインのために家と囲いを建設し、道路体系を整備した。蒸気船でサンフランシスコまで羊を輸送した最初の牧場主であり、1頭30ドルほどで売れた。バーロンが1869年に島をサンフランシスコの投資家10人に15万ドルで売却すると、昭は島を離れてサンフランシスコとロスアラモスに移り、放牧を続けた。 当時サンタクルス島の牧場から上がる利益は5万ドルはあったと見られている。投資家の一人ジャスティニアン・ケアはフランスからの移民であり、鉱山市に機械を売って成功したサンフランシスコの金物会社の設立者だった。1869年に自分と仲間で設立したサンタクルス島会社について、1880年代後半までにケアは全株式を取得した。 その息子たちが牧畜とワイン醸造を継続し、島の牧場産業は1897年にケアが死んだ後も長く続いた。1910年、ケアの二人の結婚した娘が、その母と四人の兄弟を相手取って、広く複雑な訴訟を起こした。その結果、島は分割され、1937年にはその大半が売却されることになった。 ギリの関係にあるアンブローズ・ゲリニが指導した法的手続きをそそのかしていた訴訟当事者は島の東端6000エーカーを所有しておりそこで羊の放牧を続けていた1937年その訴訟費用を払うためにケアの子孫の大半は残っていた島の土地の90%をロサンゼルスの石油業者エドウィン・スタントンに売却することを強いられた エドウィン・スタントンがサンタクルス島の大半を購入したことで島の農業生産物に変革が生じた。スタントンは短期間羊の放牧を続けようとした後に牛肉の生産に切り替えることにした。当時カリフォルニア州の牛肉産業は急速に成長しており中でもサンタバーバラ軍は州内で10市に入る軍だった。サンタクルス島のエドウィン・スタントンの牧場は 牛の放牧への転換を反映する大きな変化が起きた。ケアの時代から続く19世紀の構造の大半を持続しながら、スタントンは牛の放牧に合わせるためにいくつかの建物を建設した。中でも著名なのが地境部にあるランチョデルノルトだった。牧場のフェンスや囲いは牛に合わせて変えられ、水やりをするために広範な水道が追加された。 ケアの遺産を分割する訴訟に成功したケアの二人の娘の子孫、ゲリニケは1984年まで島の東端で羊の放牧を続け、その拠点としてスコーピオン牧場を使っていた。彼らは住民であるマネジャーや労働者と共に島を管理し、羊毛狩りや夏の間には家族として働くことも多かった。1970年代から1980年代に、 生産量が落ち、離島での牧場運営費が高騰した。1980年にゲリニケと連邦政府の間で長たらしい訴訟が始まった。この年、チャンネル諸島の北部は国立公園に指定され、アメリカ合衆国議会は家族に残されていた土地の買収を承認した。しかし、ゲリニケのものが土地の適正な価格と考えるものを連邦政府に支払わせるために、 売却協定は16年間も棚上げされたままになった。1990年代初期、政府はフランシス・ゲリニの3兄弟分を一つ、約400万ドルで購入できた。しかしモトックス・ナードの弁護士が、他の土地はあまりに安すぎると主張し続けた。6264エーカーの牧場の持ち分25%を維持し、国立公園局の持ち分は75%となり、 実質的に国立公園化を妨げた。交渉が数年間続いた後の1996年11月、政府は未払い利息200万ドルを含む1400万ドルでゲリニケと手を打ち、公園を公開する道をつけた。1964年にエドウィン・スタントンが死亡し、その未亡人と息子のキャリーはサンタクルス島会社を再度法人化して、島での牛の放牧を続けた。 キャリー・スタントンは1987年に牧場で思いがけなく死にメインランチのある島の礼拝場庭の家族墓地に埋葬された。その不動産はキャリー・スタントンが非営利組織と共に設立していた合意により自然管理委員会に渡された。自然管理委員会はすぐに牛の放牧を生産し島の牧場時代を終わらせた。サンタクルス島はラッコカリュード、漁師、 密輸業者の基地である。チャンネル諸島は密輸業者や密造酒輸入者に便利だが、孤立した隠れ家として機能し、商品の貯蔵もできた。現在も密、輸入者のホラー穴と呼ばれる場所がある。ジョージ・ナイドバーは1835年から1836年の冬にサンタクルス島で落っこ狩りした時のことを改装していた。サンタロー砂糖のベースキャンプからナイドバーと 他の二人で一シーズンに六十の生川を得た。漁師はこの島で宿営し、通り過ぎる船の商品と魚を取引した。アメリカ合衆国軍隊も、第二次世界大戦の時にサンタクルス島を使い始め、島に戦略的施設を建設して維持した。チャンネル諸島の他の島と同様、敵の飛行機や艦船を監視するために、早期警戒基地として使われた。冷戦時代、 太平洋ミサイル死射場の一部として通信施設が建設された。この基地は1950年代や1960年代の水準ほどではないが今も使われている。ポテトハーバー1936年、ケアケガ州または連邦政府の公園として使うためにカリフォルニア州に島の90%を75万ドルで提供すると提案したとされている。 この提案は実現せず、土地はエドウィン・スタントンに売却された。スタントンの息子と遺産相続者は島を政府に購入してもらうことに興味を持たなかった。自然管理委員会と協定を結ぶことで、そのような事態を避けた。土地はその死の時に委員会に渡った。サンタクルス島はチャネル諸島国立公園の領域内に入るが、 島の委員会が所有する部分は公園に属していない。委員会から国立公園局へ8500エーカーの土地の譲渡が2000年に完了した。チャネル諸島国立公園はサンタクルス島の約24%を所有し運営している。残りは自然管理委員会カリフォルニア大学現地調査所サンタクルス島財団を含む組織の組み合わせで管理されている。 サンタクルス島の崖にある岩を大内衣類、サンタクルス島で見られる。外来種には次のものが見られる。在来種には次のものが見られる。サンタクルス島の在来植物群落としては、シャパラル、オークジュリン、ビショップ松林、草原、海岸政治群落がある。羊の放牧が行われたところでは、在来植物が損傷され、地域によって侵食が問題になってきた。 野生の羊や豚を除去してから在来植物群落がゆるり回復している。気候は海洋性の温和さがあり、霜は稀であり、雪は鉱山の斜面でたまに降る以外ほとんど見られない。降水量は海岸線で15インチ、高山斜面で20インチと変化している。雨の多くは11月から3月の間に降る。夏は乾燥するが雲に覆われることが多く。 海岸切りで霊量になる。サンタクルス島の海岸白桃和紙はかつてカリフォルニアのチャンネル諸島に多く生息した。DDT によって乱獲が薄くなったことなどの要因によりチャンネル諸島北部で白桃和紙が素作りした最後の機械は1949年だった。1960年代までに諸島のどこでも白桃和紙が見られなくなった。野生生物研究所が2002年に チャンネル諸島に白桃和紙を再導入する計画を始めた。これはカリフォルニアのモントローズケミカルがサンタガタリナ島近くの対応に捨てた多くの DDT から長引く影響を扱うために2500万ドルの基金が作られたものを元にしている。2002年からサンタクルス島で46羽の若い白桃和紙が放丁された。2006年3月17日、 研究所の野生生物学者がサンタクルス島で50年ぶりにヒナが帰ったと報告した。2007年4月、自然管理委員会が別の負荷を報告した。ヒナは2007年4月13日に帰った。サンタクルス島には滑走路がいくつかある。ありがとうございます。